新商品紹介コーナーですということで、私丸山浩司がですね久しぶりに新商品の紹介をしていきたいと思いますが、これはですねテスト&レビューという、実際に使って良かったものだけを厳選して紹介するコーナーとはまた違って、あくまでも新商品、まだ使っていない商品を紹介するコーナー、久しぶりに丸山浩司がですね担当させていただきます。でもですね、実はテスト&レビューで以前ですね、今回このクッサニさんのねブーツ、まあ、紹介してるんですね。テスト&レビューではこの GPW ブーツをですね紹介して いただきましたが、その中にこのね、私は、クッサニさんのブーツがもうすでに1年以上、もう2年近く今履いてるかな。そしてその前、実は30年近くはアルパインスターズさんのブーツをですね、まあ、歴代使ってきて、まあ、最後スーパーテックRをねずっと使ってきた中で新商品紹介といったらもうこれしかないというですね、ところでちょっとね、ここはですね、よくある、商品買ったぜ中開けてみますみたいな風にやってみたいなと思ってるんですが、まあ今このね履いてる2つのブーツは相当使い込んでおりますが、でもね全然別にだからといって使えないわけではないんですよね。未だにこの2つのブーツは使っておりますが、アルパインスターズのこのブーツはですね意外と傷が、自分で見ても意外と傷があるなというね、これ転倒してますね、これはね、私にしてはいつの転倒だったかもう思い出せないぐらいなんですが、まあ、これはちゃ多分ね転倒してる跡があります。こっち側はどうなんだろう、中はですねここの中の部分、これバイクに擦れる部分なので、だいぶこうね擦れ跡ができてるんですが、でも破れてはいないですから、穴が開いてしまったりすると車検を通らないのでね、使えなくなってしまうんですが、でも傷はあるもののまだ全然使える状態です。意外と傷あるな、両方結構擦れてるな、いつ転んだんだろうなこれな。ちょっとね中をね開けてみますと、よっ、パシャ、おー、中を開けてみますとこんな感じ。インナーブーツタイプなのでね、このちょっとインナーブーツを外してみましょうかね。はい、インナーブーツタイプ、これをですね改めて先に履いて縛って中に履くというタイプですよね。インナーブーツの方こそそれこそまるで新品のようだな、全然やれ感がないという。まあこのブーツがね、このブーツのこれか、分かったぞ、ここのね革の感じねだいぶ汚れてるな、革の感じ、うん、結構柔らかいんですよ。はい、で私のサイズで言うと41サイズですね、サイズ41、あ、だいたいですね私の履いてる靴が 25.5 から26ぐらいなんですが、それが41ということで、40.5 っていうのも選ぶことがあるんですが、今日本に入ってきてるのはまあ41しかないので、アルパインスターズさんだと41サイズをちょっと使っておりました。さあこの2つのですね、アルパインスターズとクシタニの最高峰ブーツが合体するとどういうことになるか、早速ですね開けてみましょうっていう楽しみ動画になってますけどね、やっとね届きました。はい、でかいでかいですね、ちょっと楽しみですね、楽しみですね、そんなこと言ってていいのかな。これ開けてみます、じゃん、ちらもうだいぶちら、おお、いやいやいや、来ました来ました、新しいブーツが届きましたということで、さあ新しく登場しました、新商品紹介というのはですね、実は私がまだ使っていないのでテスト&レビューができないだけであって、もうテスト&レビューしなくてもまあなんか分かったような感じではあるんですが、でもねまだこれからなんですよ、これをやらないと私も履けないので、まだねお乳のまま取っておきました、実は意外と前にはもう届いていたんですけどね、ということで早速ねちょっと細かいところをね見ていきたいと思います。まずはですね、
ここのスライダー、これもね、随分もう前から、今チタンのやつを私つけてましたけど、これチタンのやつじゃない新しいタイプで、ネジで止めるタイプになったんですね。これ前はね、前はこれチタンのスライダーつけてましたよ。あ、これここプラスチックだ。反対側がここね、チタンがついてる、チタンじゃないな、これマグネシウムかな、ついてるスライダーがあって、まあ、ここの部分を、まあ、今回はこういった形になりました。新しくね、ここはアルパインスターズのマーク、そして串谷ロゴがこうやってずっと入ってくる。ここにはスーパーテック R の文字がある。裏側にはアルパインスターズのマーク、アルパインスターズのマーク、串谷の富士山、串谷のマークとですね、結構コラボモデルと、あ、ここの俺もだいぶ遅れてるな、ここだいぶ変わりましたね。ここのですね、取り外しがですね、今まではもうちょっとこういう形だったんですね。確かにこれちょっと外すのが大変だなとはちょっと思ってました。おお、これが変わったんだ。ここの部分が、はい、新たにね。おお、いいじゃない。あ、これのが、あ、中に入るタイプになったんだ。あれ、前は、いや前も中に入るよ、中に入るけど若干取り外しがちょっとしにくかったかなというのが、今やっとこれが、ここ指輪当てる時がですね、すごくしやすくなりましたね。あ、これだったら脱ぎやすいですね。取って外す。おお、これ初めて今触ってますからね、私ね。そしてですね、ここのガードとかも若干やっぱり変わりましたね。だいぶ変わってきました。デザイン的にちょっと変わって、そしてここから中に、中を開いてみる。中を開いてみる。中を開いて、もう一緒にちょっと、一緒に検証しながら行きたいな。どんな風に変わってきたんだ。よっ。よっ。こっちを外してみると、ほい。こんな感じか。はい、そして新しく来たやつを外してみると、ほう、あ、ここの部分も変わったね。ここの部分がちゃんと当てがつくようになって、丈夫に、さらに丈夫になるようになってるというところで、さあ開いてみます。開いてみますと、当然ね、一番の違いはスーパーテック R プロトコアレザータイプ、プロトコアレザーモデルなんで、ここの革を使っている部分がですね、ちゃんと串谷さんが使っているプロトコアレザーで作られているので、まあ、ここの変化が大きいっていうことですよね。ここの変化、あ、ここね、柔らかい、まあ、確かに柔らかいですね。こっちちょっと今パンチング使ってないんですけど、私パンチング使ってるやつも使ってましたので、確かにここの部分の柔らかさ、改めてこういう部分もちょっと柔らかくなってるので、まあ、ここの部分の差が大きいのかなと。インナーブーツ外してみますよ。インナーブーツ外してみると、インナーブーツ自体はですね、ほぼほぼ昔と変わってないですよね。ここ、こう動くけど、こう横に動かない。横に動かない。これ前もそう？前もそうでした？よっ、よっ。ほっ、ああそうですね、ここの部分ね、こう横に動かないけどこうやって動く、これがまあ同じようにできて、基本的にインナーブーツはほぼほぼ変わらないということになりますよね。インナーブーツの中身はほぼほぼ変わらない。そうですね、ちょっとつや消しになったかな。ここもすごいですよね。ここのあとね、上下の動き、こうちょっと上下の動きはあるんですけど、でもね、やっぱり横に動かないというね、ここも足がくじかないようになってるのかな、こういう動きにならない、だけどここは動くんですよね。これで最低限の動きを保ちながら、ライディングの操作を妨げず、実はインナーブーツの方でも足をくじくとかね、ひねるをだいぶ守ってるような感じになっております。どっちがお乳だか分かんなくなってきちゃった。確かにこっちがお乳。これはね、そんなに本当にインナーブーツは
変わらないんじゃないかなとは思いますが、さあ実際のブーツの方はですね、柔らかさね、もともとこんだけ柔らかいじゃないですか。もともとこんだけ柔らかいのが、さらにこう柔らかい、しなやか、ちょっとねウェッティな感じがする。これ新しいからかな、前のやつはですね、やっぱりちょっと革の厚みがちょっとありますよね。そんなところが残っているところを、非常になんか薄手の革でできているような雰囲気で、もう柔らかいし、あとね肌触りがやっぱりいいのかな。そんなところがですね、ちょっとニューモデルになって新しくなったかなと。内装じゃないな、これだな、中身を見てみますと、裏地、そしてここにですね、まあ、アルパインスターズとクシタイのコラボマークが、これ一体型のマークですね。で、表記は41、私41なのでそのまま使っていると。なかなかですね、新しいブーツ着て、おや、やべ、どっちが本当にインナーブーツ、入れてる方だったか忘れちゃいましたけどね、新しいブーツが届いたんで、ちょっとね新商品コーナーで取り上げてみたいと思っておりましたが、今回取り上げている商品はですね、型式番号になるのかな、7700スーパーテック R プロトコアレザーモデルということで、串谷さんとアルパインスターズさんがコラボして作られたブーツ、価格がですね72,000円プラス税ということで79,200円と、今レーシングブーツとしてはですね、かなり最高峰高額なブーツになってきますけど、まあもともと私が使っていたブーツ2社がですね本当に合体したような形なので、本当に使ってみたかったな、いや今までもずっと使ってるというイメージなんですね。もうこの2つをずっと使っている中で、なんと一足で済んでしまうというのがですね、改めて、出来上がったというのをですね今回ご紹介したいと思っておりました。カラーはですね、このホワイトに対してブラック、レッド、ブルーと、まあ、4色体制で来ております。私としては本当はね、このホワイトにちょっとブルーのワンポイントあしらったのがちょっと欲しいかなと思ったんですが、このレザーも串谷さんのレザーのカラーを使っているために、串谷さんのレーシングスーツに合う色合いをですね出せるというのもちょっと特徴になっていると思うんですよね。カラーは4色、ブラック、ホワイト、レッド、ブルー。サイズは今ユーロサイズで39、40、41、42、43、44、45、1、2、3、4、5、6、7種類のサイズになっておりますが、私は今41というのはだいたい 25.5 から26ぐらいを履く私のサイズ感で41を履いております。40だとちょっときついかなというふうになるんでね、40ねやっぱり大きいんで、41はだいたいぴったり、ユーロサイズで 40.5 っていうのも履くことがあるので、25.5 から26だと40に近い人もいるんですけど、このサイズ感だけはですねやっぱり一回お店に行って履いていただいた方がいいのかなというふうにも思っております。ということで今回の新商品紹介コーナーでは、アルパインスターズと串谷さんのコラボしたブーツ、スーパーテック R プロトコアレザーモデルの紹介をさせていただきました。改めてですね、履いた感想、なんか本当言わずとももう分かるような感じは、私も散々入ってきてますから分かるような感じなんですが、その感想はですね、テスト&レビューというコーナーで、これはもう履いた感じ、履き心地をね、伝えていきたいと思います。ちなみにアルパインスターズのね、スーパーテック R で、あの串谷さんのモデルでは実は私まだ転倒したことがないので、そこを伝えられなかったんですが、あのアルパインスターズではだいぶひっくり返ったね、雰囲気があるので、まあ、それをちょっとお伝えしていきますとね、あのこういった各部にちょっと金属を使う、金属、これ金属というかね、滑りやすい素材ですか、これ転倒した時にスライダーの役目をしてるんですよね。かかとをよく引っ掛けて足をくじいたりするっていう、まあ、くじくっていうよりも骨折の方が多いんですけど、それがないようにスライダーの役目をする金属がついている。
ここにね、これ本当にもう擦れた跡、滑った跡がたくさんあるわけですよ。これでアスファルトの上をシャーってこうシャーって滑っていくっていうね、え、まあそういったところで守りながら、なおかつ足をねグッてこう曲げてしまうことがこのインナーブーツによってないようになっていて、ちゃんと足を守ってくれるので、私としては非常にですね、なんだろう、怪我をしないためにもレースの時には実際にこのスーパーテック R とのコラボモデルを使っていくことになります。儀式的にまずインナーブーツから履いてキュッキュッとこうね締め上げて、キュッキュッと締め上げてがっちり固めて、このここを締める時点でレース前の心を引き締めるって感じですよ。ギュッギュッってやった時ね、心を引き締めて、さらにこのねジッパーの部分をじっと開けて、インナーブーツさえねがっちり締めれば、あとはね本当にここはなんつうんだろうな、鎧をつけたような感じになるのかな。そして最後の止めで、ここはワンタッチですよね、キュッとね止めて、これで完了というね、テストアンドレビューはですね、意外と1年後ぐらいにするかな。結構使ってみないといけないし、でも転びたくないな転んだ結果をお知らせするにはね、ちょっと忍びないんですけど、できたら転ばないでいきたいなと思っております。今回は、草木さんとアルパインスタードのコラボブーツをですね、ちょっと新商品紹介させていただきました。ぜひですね、また面白い商品等がありましたら、このコーナーはですね、一応広告告知コーナーですからね、もう全然いろんな商品があったら取り上げていきたいと思っております。当然その時にね、広告予算を出してくれるんだったらもうバンバン送ってくださいそしたらね、いくらでも取り上げますが、テスト&レビューの方はその中で使ってね、本当に良いと思うものをね、また改めてうちの MSTB キャスター陣、アナウンサー陣がですね伝えていきたいと思います。以上、こんなところで終わりたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。はい、皆さん今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った人は高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さらに MSTV 制作委員会の方にも参加していただければ嬉しく思います。詳しくは詳細欄に書いておきます。